この時間はレバノン対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。日本国国歌お聴きいただきます。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにそのコースのバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、はい、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、これが機能しないとそのスリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってきますよね、うん、さあ前半見ていきましょう。レバノン対日本、リーグ前半戦最後の試合です。まずは自分たちのプレスに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。なるほど、まずは序盤です。激しいボールの奪い合い、遠藤がこれはファウルを取られました。レバノン、ここへ来てまだ勝ちがありません。今日でシーズンの前半が終わってしまいます。非常にまずい状況です。いやー、まずいですね。まあ、そろそろっていう状況じゃないでしょうかね、うん、逆にここまで監督が何をしていたのか正直気になりますよね。そうですね、大幅な補強や根本的なシステムの見直しが必要だと思いますけどもね、その通りだと思います。伊藤、縦に大きく放り込む。さあここでカウンター、サイドを使います。こぼれてる。序盤は硬い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまで受けてませんからね、どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。レバノン、先日行われた試合では2対2の引き分けでした。抜けてくる。レバノンとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、前を向けるか。さあどうする、入るか。おー、これいいでしょ。中へのクロス、これはクリア。シュート、なんと止めた。いや、ファインセーブです。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ好セーブを見せました。ここで収まる。
長いボールを送ります。ここは中央一人で突破を図る。味方選手のフォローは追いついていない状況です。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。日本としてはここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。少し遠くても1本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味ではそういったことも必要になってきますよね。レバノン対日本、両チームスコアレスで折り返します。さあ後半キックオフ、日本としては早めに仕掛けていきたいでしょう ね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね、はい。久保から中村、中村低いクロス、ここは抑えました。起きましたよ。さあ左サイドへ、日本先日の試合は僅差でリードし勝利を挙げました。スルーパスを出す、絶対に一度受ける、遠藤対応します。伊藤から南野、なかなかボールが落ち着かない。長いサイドチェンジ、富安奪います。これをカットします。緩いボール、今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。レバノンベンチに動きがあります。同時に2人の選手が入れ替わります。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ドリブルで仕掛ける。中村、一人で持ち上がっていく。切り込むか。裏へ届くか。このパスはキーパーへ。チャンスでしたけどもね。残り時間ありませんから、切れなかったところでしょうね。富安。いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。クロス、これはキーパー。つなぎたいとこだ。仕掛けるタイミングを図る。レバノン、展開していけるのか、もうタイムアップ直前です。いいとこまで行ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。自分で行く。来たチャンスだ。レフリー試合終了のホイッスル。0対0、日本この時点で8点1を得る結果となりました。しかし首位はキープ。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。日本としては勝てない相手でなかっただけにね、悔しいでしょうね。次回はきっちりと自らの思い通りの結果を出せるように頑張ってほしいですよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。勝ち点1ずつ分け合うことになります。
します。